はい、それでは今日の物理を始めます。今回はこの垂直な壁、滑らかな壁があります。ここに床があります。床は粗くて摩擦があります。壁はない、摩擦がないわけですね。で、ここは棒がこういうふうにして、斜めに置かれています。で、棒が静止して釣り合っているというわけですね。棒が動かないというわけです。棒の質量はラージ M です。で、この長さが L で一様な細い硬い棒です。一様だということですね。で、重力加速度は下向きで、ここの角度がシータですね。で、静止摩擦係数はミュートします。で、問1番ですが、棒が受ける垂直抗力と摩擦力の差を求める。棒が受けるこの床ですね、床から受ける垂直抗力と摩擦力の大きさを求めなさいという問題です。書き直しましたが、棒が床から受ける垂直抗力というと、必ず床に対して垂直にこういう、この棒にとってはこういうふうにして受けるわけですね。で、ここの壁に対してもこの垂直に受けるわけですね。垂直抗力、床から受ける力はこれだと。で、これは、ほっとったらずっと斜めになったらこう滑っていきますから、摩擦力は反対にこちら向きですね、対抗してこういうふうに働いているわけですね。この摩擦力は、この水平方向、この摩擦力は水平方向でこれと釣り合っているわけですね。ですから、この摩擦力を F とすると、ここも F になっているわけですね。で、垂直抗力が4だと。ここは垂直方向はこの MG しかないですから、もう当然垂直抗力は MG だということが分かるわけですね。これとこれ、これとこれとは釣り合っているわけです。で、こことこれが水平方向釣り合っているわけですね。ですから、あえて F としました。この F を求めるわけですね、摩擦力。で、ここの、あとはもうモーメントを考えればいいと。で、ここの長さが L ですから、L、ここが L サインシータですね。L サインシータだと。で、ここは2分、ちょうど一様な細い棒ですから、ここ真ん中に、重心があるわけですね、これ MG と。で、この長さが半分ですから、2分の L だと。2分の L の、ここは2分の L のコサインシータだというわけですね。ですから、作用点、力が多くあるところ、ここ支点とした方がいいですね。ここ支点と、どこでも支点はいいんですが、ここを支点として右回り、時計回りのモーメントと反時計回りのモーメントが等しいということを、モーメントの違いを考えてないといけないというわけです。ですから、ここを支点ですから、ここを F と、これですね、時計回りというのは、これを、ここをこの作用点、ここまで来てもいいわけですね。ですから、ここからこうなると。ですから、時計回りは F の L サインシータだと。で、反時計回りはここ、これですね。これ、この力がここですから、こういうふうにして回ると。MG のこの2分の L コサインシータだというわけですね。ですから、F は求めたいわけですから、L と L が消えて、F は、L が消えて、サインシータではありますから、2倍のサインシータ分の、あとは MG コサインシータだと。で、これ見ると、コサインシータ分のサインシータの逆数になっていますね。ですから、これは、コサインシータ分のサインシータがタンジェントシータですから、その逆数、言ったらタンジェントシータ分の1ですね。さっきこれですから、これ。ですから、2倍のタンジェントシータ分の MG だというわけですね。ですから、与えられた、垂直抗力が与えられた M と G と、ですね、で、ここもシータと MG でやってますね、与えられたもので。ですから、垂直抗力はこれだと。これが答えになります。で、摩擦力の癖はこれだというわけですね。これが答えになります。次は問2番です。この角度θで棒が静止したことから分かる静止摩擦係数μの大きさの範囲を不等式で表せるという問題です。ちょっと読んだところでどういうことか意味がちょっと分かりにくいわけですが、どういうことかというと、この θをどんどんこう傾けていくと滑りますね。もうついに最大静止摩擦力よりももうちょうど限界になって、それが滑っていくわけですね。ですから、これはこの力というものは最大静止摩擦力よりも小さいわけです。ですから、
もうキリキリの状態でもういもう滑る時というのはまあこういう形になって最大静止摩擦力を与えているわけですね。ですからその時のミュとシータとの関係があるわけです。でそのシータよりもこのシータよりも大きい角度だったら滑らないというわけですね。そういうその不等式のミュの範囲があるわけです。ですから最大静止摩擦力は F イコール最大静止マックスはミュ mg だというわけですね。ミュ n ですから。ですからここのここですね、この時にですから F というものはこれよりも最大静止摩擦力よりもここの状態は小さいわけですね。ですからこの F は全問で出たこれですね、2倍のタンジェントシータだと、シータ分の mg だと、これはそうだ。ですからこういう関係式に成り立つわけですね。これ最大静止摩擦力よりもこの方も小さいというわけです。ですからまあシータがまあこのミュウがまあ一定とするわけですが、シータの範囲が出てくるわけですね。ですから逆に言えばミュウも出てくるわけです。 mg と mg が消えて、こちらが大きい方ですから、mg が消えて、2倍のタンジェントシータ分の1だとよりも大きいというわけですね。これが逆に言うとタンジェントシータは2ミュウ分の1だとよりも大きいというわけですね。大きいと滑らないというわけです。ですからミュの方はミュの範囲で言うとこれがこういう答えが、はい、不等式で表すとこういうこれが答えになるわけですね。次は問3番です。今度はここに X の上 B から X の距離のところに M という質量のボール球ですね、球を取り付けました。でこの問3番ですが、棒がこの時に床から受ける垂直抗力と摩擦力の大きさを求めなさいという問題です。まあ、一応こういう形になりますね。この垂直方向に球の、そのこの物体ですね、 mg という力、ここは棒の重力ですね。で垂直抗力はこの床から受ける垂直の方向に棒はこう垂直抗力を受けるわけです。で摩擦力は問1までやったようにこういう向きですね。でこういうこれとこれが等しいですね。水平方向はこれしかないですから、まあここも同じように F としましょう。もうここも F とします。で垂直抗力はこれはもう垂直方向はこれしかないですから、ですからこの場合の垂直抗力はこれとこれ足したものですから、もう即答できますね。これでいいというわけですね。垂直抗力は一方摩擦力はこれとこれ等しいわけですね、水平方向ですから。であとはまあモーメントだと。で、ここの長さが L-X ですから、 L-L ですね、 L から X 引いたものですから、 L-X のこのコサインシータですから、これが L-X のコサインシータだと。でここの長さは2分の L の、今さっきやった2分の L の2分の L ですね。これ一応の棒ですから、半分、ちょうど真ん中に重心があると、2分の L のコサインシータだというんですね。でここは当然 L のサインシータだと。ですから、まあ、ここに力が2つありますから、ここを支点として、これをこう一個平行移動して、結局時計回りのモーメントが F の L サインシータだというわけですね。でこれあとはもう半時計回りはこれ、この mg がこちら向きで、スモール mg がこうこちら向き ですから足したものです。 mg のまあこれとやりましょう。 mg との L-X コサインシータだと。もう一つありますね、これが mg、ラージ mg の2分の L のコサインシータだというわけですね。これだと。で、まあ、まあこれはまあいいとして、これを F を求めればいいわけですね。ですからまあこのこちらまずこれを考えて、こちらを上のものを整理すると、2分の 2mgL-X、コサインシータでくくります。でこれが mgL ですね。ですからまあこれのコサインシータだというわけですね。ですからF は 2L の 2L サインシータ
2L サインシータの 2MG L マイナス X プラス MGL だとのこれのコサインシータです。でこれとこれと、まあ、タンジェントシータ分の1だと今さ1までやりましたね、2倍の L のタンジェントシータでこれがタンジェントシータ分の1になってこれがもうあとはもう L マイナス X プラス MGL だとこれが F だというわけですね。ですから答えは結局棒から棒が床から受ける垂直抗力はこれだというわけですね。で摩擦力の差はこれだというわけです。次は問4番です。この角度θで静止したことから分かる静止摩擦係数 μ の大きさの範囲を不等式で表せ。これはもう問2番でやったものと全く同じように考えればいいわけですね。ですから、まあ、さっきも言ったようにこのちょうどそのギリギリの状態ですね。最大静止摩擦力が働くギリギリの状態はこの角度よりも小さいわけです。であとはもうそれを超えたらこう滑って、まあ、棒が転倒するわけですね。ですからその時のそれよりも角度シーターが大きいわけですよというわけですね。この範囲ですね、まあ、どこまで、まあ、ここから垂直まではもう絶対ここからシーターがどんどんどん90度近くなるともうそれはもう棒は滑りませんから、まあ、その範囲というわけですね。ですからまあ結局ここの摩擦力というものは結局その最大静止摩擦力 μM プラス MG よりも小さいわけですね。でこの F は今さっきやったこれです。 2L タンジェントシータのこれですね。 2MG L マイナス X プラス MGL ですね。これがこれよりもこのこちら最大静止摩擦力が大きいというわけです。ですから μ は結局 μ は大きいわけですね。これは M プラス MG で表すと2倍の M プラス MG の L タンジェントシータだとこれでありますから、あとはこれ G でくくります。 2M L マイナス X G が共通ですからプラス ML ですね。でこれで G だとでここの G と G が消えますから結局 μ はもっと簡単になって2倍の M プラス M の G が消えて L タンジェントシータ分のこれですね。 2M の L マイナス X プラス ML だと G が消えますから結局 μ はこれよりも大きいんだというわけですね。これ全体がまあこの答え不等式ですね。これが答えになるわけです。今回はそのうちで棒の釣り合いの問題を、まあ、4問題やったわけですけれども、次回はその2で今度はこの距離の2倍のところからこのしかもこのここのちょうど頂点と同じ高さのところから質量 M のボールを射砲投射してちょうどここに当たったわけですね。半分のところに当たって跳ね返ってここに A のところに落ちたというわけです。そういう射砲投射の問題を次回その2でやります。問5番以下ですね、その2で解説したいと思います。